つ目のセッションですね。進化論は科学か信仰か、人の起源は猿かアダムか、こういうテーマでお話をさせていただきます。この創造論というものをですね、進化じゃなくて創造だよっていうことを言っているものです。まあ、いわゆるヘレニズムじゃなくてヘブルだよっていうことを言ってるんですね。ところが、まあ、実際中にはですね、科学的なことも出てきます。うっかりするとヘレニズム論争になってしまうということがまあまあありますので、そこは本当に注意しなければいけないところです。皆さんそういうことでお気づきの点があったら私の方に、ご指摘くださいますようにお願いをいたします。では早速始めさせていただきます。朝食中の小学生の会話、これはね、新聞の4コマ漫画、どの新聞だったか忘れましたけど、何年も前に載ってた漫画なんですね。その言葉だけ拾い出してみますので、セリフだけを。子供、お父さん、人はどこから来てどこ行くの？お父さん、それは、猿から進化して、猿の前は何だったかな？お母さん、産婦人科医院から来てお墓に行くの？さあ、早く学校行きなさい。子供、はーい。お父さん、それでいいのか？皆さんいかがですか？私たち学校で進化論というのを習います。まあ、小学校からね、その進化論の基礎のようなことが教えられますね。これは私の息子の教科書、これは中学の歴史の教科書から取ったんです。第1ページをめくりますと、これがね、ちょうどこれ本の真ん中なんですよ。本の閉じ代ですよね。開けたらこれが最初に入ってくるんです。これ教科書の裏表紙です。人種の起源、これ石器時代はこうだったんだよ。すなわち猿人がいました。猿と人間の間です。これが教科書です。そしてその次のページを開きますと、このページです。私たち現代人がここにいますね。その前は猿だって、石器時代でした。それからその前は恐竜時代、哺乳類、その前恐竜、その前は爬虫類、その前はお魚、お魚の前はずっと行くとエビやカニや、あるいはプランクトンというものがね、海の中で発生したんだよと。その前は何ですか？地球ができて、その前は宇宙がビッグバンによってできましたと言ってるわけですね。そして学校の先生はこう教えます。君たち、水素は気体だけど100億年ぐらい放っておくと人間になったんだよって教えるわけです。水素ってね、気体ですよね。昔は風船に入ってたんですね。なんで水素なのか、ビッグバンが昔ありました、140億年前に。そうすると最初にできた原子が水素だっていうんですね。それから宇宙も進化して、太陽ができ、地球ができ、というふうに教えられます。ですから水素をね、ほっといたら自然現象だけで偶然が重なって長い時間の間に人間になったんだよと教えられているわけです。皆さん、このことを、ああそうだというには盲目的な信仰が必要だと思いませんか？そうですよね。ものがね、だんだんと別のものに、何にもないところから始まってね、ものができて、そしてこんな秩序のある世界ですよ、それが勝手にできてきたって、ああそうですか、そうですよねっていうためには盲目的な信仰が必要なんです。なぜなら今
この世界にそんな物理法則はないんです。さて、今度は中学生の科学の教科書を開いてみると、これも私の息子の教科書なんですけれども、このページが出てきます。ダーウィンと進化論。チャールズ・ダーウィンはイギリス海軍の測量船ビーグル号で1831年から5年間の航海に出ました。特にガラパゴス諸島では島ごとに形が少しずつ異なる生物たちに出会い、彼らの進化論は大きな影響を受けました。1859年に出版された種の起源の中で、自然の中では同じ種であってもいろいろな変異タイプが生じ、これらの間で競争が起こり勝者が生き残る。自然はこの競争に強い性質を持った勝者を選び、代を重ねることで進化するという自然選択説を説きましたと書かれているんですね。これ結論から言いますと、この青い部分というのは創造論科学者も全員が認めています。すなわち同じ種であっても同じ種であってもって書いてあるんですね。いろいろなタイプが生じます。その通りですよね。皆さんお子さんおられたら一人一人ちょっとずつ違うでしょ。犬でも雑種から耳の垂れた犬とか耳の立った犬とか白い犬とか黒い犬生まれるわけじゃないですか。ちょっとずつ違うんですよね。単にそのことだけ言ってるんです。これ同じ種類の中での変化は見られますよねってダーウィンは言ってるんですね。見られます。しかし問題はここです。代を重ねることで進化する、ここでいう進化っていうのは別の種類の生物にまで変わりましたよと言ってるんですね。ここがね、仮説なんです。彼は種類の中でちょっとずつ変化するんだから、それが長い期間がね、ものすごい長い期間があれば別の種類の生物になったんじゃないかという仮説を出したわけですね。これが未だに確認されていません。別の種類になった生物って見たことあります？お父さん、この間ね、猿山に行ったんだけども、猿山って動物園の猿山ですよ。ずっとね、もう何年もかけてね、行って見てるんだけどね、最近何匹かの猿がだんだん人間に似てきたって聞いたことあります？ないですよね。お母さん、隣の 犬が猫を産んだなんて聞いたことないですね。すなわち人類の歴史の中である種類の動物が別の種類に変わったっていうのは確認されたことが一度もないんです。これは観測事実じゃないんですね。でもダーウィンは、あ、生物というのはそうやってできてきたんだというふうに考えて、彼は科学的な論拠で物を言った本を出したのが種の起源ということですね。で、彼はその本の中にこういうふうに書いています。彼の著書、種の起源ですよ。かつて地球には莫大な種数の中間的な変種がいたはずだ。しかしどの地層中にもそのような種と種の種類って種ですよね、種類ですよね、種と種の間の中間生物の化石があふれていないのはなぜだろう。確かに形が少しずつ変化する生物というものは地質学で見つかっていない。おそらくこのことが私の理論に対して主張されうる最も深刻な反論となろう。彼は自分の理論の弱点をね、ちゃんと知っていて、そのことを著書に書いているわけですね。例えば中間的な生物っていう、移行型の生物っていうんですけど、どんな生物かというとこういう生物です。お魚がね、例えばヒレが足に変わって陸に上がってきたって進化論の公式見解なんですけども、じゃあだんだんと変化してくるっていうのはどういうことなの。前のヒレだけがね、なんか手に変わっちゃった、俺は何もんじゃいという顔してますけども、こんな生物の化石っていうのは一切発見されていないんですね。ですから中間種っていうのは何なのかっていうと、中途半端な生物という意味なんです。例えば恐竜は鳥に進化したんだ、恐竜はね、本当は絶滅したんじゃなくて鳥に進化したんだっていう、これ最近の公式見解です、進化論の。だったらどうですか。前足にね、だんだんと
羽が生えてきたと。中途半端ですよね。俺飛ぶこともできないんだけど、あのトンボも捕まえられない、俺は何者なんだという顔してますね。これね、あの恐竜って爬虫類なんですけど、爬虫類から鳥に変わるところなので、これニックネームあるんですね。服部君って言うんですけども、皆さん服部さんいないですか？あ、いたらごめんなさい、あの祖先だったかもしれないですね。いわゆる観測事実は何もないんだということです。しかも化石も一切発見されないんですね。始祖鳥とかいろいろありますけれども、あれはね、完全な羽を持っているし、尻尾に骨が通っている。それはね、白鳥でもそうなんです。そして鍵爪がある。それはダチョウでもそうなんです。今では完全な鳥であるということが、生物分類学上言われています。しかも始祖鳥と全くうり二つの鳥がアマゾンで発見されています。さて、中高生の教科書で進化の証拠とされたこと、一旦あのゆとり教育でね、あんまり言われなくなったんです。最近また復活してますね。で、ヘッケルの反復説、進化の中間型としての始祖鳥、馬の進化図、掃除機関、人の進化、蛾の変異、こんだけずらっとあるんですね。これ全部説明すると面白いんですよ。それだけのプレゼンテーションってあるんですけど、今日は時間ないので人の進化だけ、紹介をいたします。科学者たち、進化論科学者たちは少なくともこの教科書に載っている証拠とされたことはね、すべて誤った証拠であると認めています。創造論科学者ですかって、いいえ、進化論科学者ですよ。教科書に載っている部分は誤りだと彼らは認めているんです。まあ、その人類の起源ですね。私たちの祖先として猿から進化してんだから、猿のと人間の間の化石がいっぱい見つかってますよと紹介されていますけれども、まあ、それのレプリカです。ずらっと並んでいますね。茶色い部分と白い部分がありますが、何なのかというと、見つかった部分は茶色い部分です。見つからなくって石膏で作られた部分が白い部分です。そして、このような、まあ、進化系統図のようなものが描かれていますけれども、まともな化石が骨格が見つかっているのは どれだと思いますか？答えから言いますと、チンパンジーと人間だけです。間のものは作られています。どうやって作られて、断片を集めていてきて、そして合わないところはグラインダー、まあヤスリですね、ヤスリで削って合わされ、そして足りないところは石膏で作られているわけですね。さて、アメリカの科学会、学会ですね、権威のある学会です。スミソニアン学会による人類の系図っていうのがあります。なんか舌を噛みそうな名前がずっと並んでるんですけども、まあ、人類、このね、アルビピテクスラミダスとかアウストラルピテクスアナメンシスとかね、ずっとそうやって、ここのホモサピエンス、ホモサピエンスっていうのは現代人です。私たちのことなんですね。こういうふうな系図が書かれています。そして上はね、時間軸です。100万年、これ300万年前、これ500万年前、まあ、500万年前から猿が進化を始めたと、こういう話なんです。皆さんこのことをね、学校で教えられますし、テレビでもそうですね。ああそうだと考えて、皆さんのおじい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 さん、まあ、この頃、ファミリーヒストリーとかいう番組がありますよね。なんかね、系図がちゃんと残ってたりすると、うわ立派な家系なんだな。家系、これ系図ですよ。ずっと遡って古い方が伝統があるわけですから、どんな方だったんでしょうね。ずっとひー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 、おじいさんはきっとこういう方だったに違いない。じゃあおばあさんはどうだったんだろう。こういう方ですか。いや、お宅はね、お宅はオランウータンの家系でしょ。うちはね、ゴリラの家系ですよ。
あんまり名誉じゃないですね。しかし、しかしです。遺構型の化石、すなわち中間生物の化石ですね。人間と猿の間の化石は見つかったってたくさん言われてますけれども、現実はこういうことです。過去にもし生物組織の一つが別のものに変わったということが何百万回とあったのなら、無数のその変わりつつある遺構型の化石によって示されるはずである。しかしそれらはほとんどなく、ごく少数見つかったそのような形態と思われるものが大手を振って歩いているのである。本当にわずかなんです。しかしその少数見つかったというものは何でしょうか。私が中高生の時って習ったのはですね、ジャワ直立エンジン、そうですよね。で、あと北京原人、クロマニオン人、ネアンデルタル人、そうじゃないですか皆さん。今教科書載ってないんですよ。今載ってる化石っていうのは、エンジンの化石っていうのはアウストラロピテクスなんです。なんで乗らなくなったか知ってますか。インチキだったからね。そういうことが教科書には載ってたけれども、あるところで、あ、それは捏造だったんだ、もう大っぴらに出せないねって言ってこっそり葬り去られるというのが、これ常なんですね。その少数見つかったのは、例えばピルトダウン人、まあいろんなエンジンがいますんで、ピルトダウン人、1912年に発表されました。ところが1953年に詐欺であったことが発覚しました。人の頭蓋骨にオランウータンの骨を、顎の骨を重ね合わせて化石が作られました。まあ、当然インチキですよね。全部挙げるときりないので今日は時間がありませんので割愛します。古生物学ほどわずかな断片的な証拠でもってでっち上げられるような学問は他にない。これはタイムズっていう、イギリスの有力な新聞に載せられたものです。で、今何が言われているかっていうと、アウストラロピテクスアファレンシスです。これが教科書に載っています。これはそのニックネームでルーシーという化石なんですけれど、化石から、こういうエンジンだったんだというレプリカが作られたんですね。ところがこのルーシーという化石は全身のたった 40% ほどの骨で、こんだけです。しかもこれ一箇所で見つけられたんじゃないんですね。40キロメートルぐらいのところで別々の場所から持ってこられました。それで描かれた絵、あるいはこの像ですね、こういうふうにして博物館に展示されているわけです。いかがですか。足がね、人間的ですよね。しかしその内容っていうのはどっから来たんでしょうか。その情報はどっから来たんでしょうか。かかとの骨はありません。20世紀に多くのエンジンの化石が出土されましたが、ほとんどが密かに捨てられました。今日アウストラロピテクスが盛んに取り上げられ、教科書にも載っています。しかしそれは全身の 40% ほどの骨で、別々の場所で発見された60個の骨の断片で組み合わされました。オックスナード博士はそれは人間でも類人猿でもないと結論しました。思い込みで復元されています。別々の場所で見つかった60個の骨の断片で、想像ですよね、イマジネーションで復元されました。アウストロピテクスアファレンシスです。で、このような絵が描かれました。見つかったんだよ、エンジンはこういう肖像画なんだ。まあこれ写真じゃなくて肖像画なんですけれども、この絵を描いたのは誰かというと、ジョン・ガーチという彫刻家に依頼して、科学者たちがこの彫刻家に依頼して絵を描いてもらいました。私はこの猿のような顔に人間の魂を吹き込みたい。彼の行き先を示してやるために、意気込みは意気込みでいいんです。しかし
いかがですか？非常に人間的でしょ？ね、あのイケメンゴリラとか最近言われましたけど、まあね、そんな感じですよね。でもね、非常に人間的なところがあるっていうのはどこかというと、この白目です。猿には白目が見えないんですね。人間だけです、白目見えるのは。こうね、証拠がないところを人間的に書いて紹介されるんですね。これでアウストラロピテクス消えましたね。これね、あの全部説明していったらもういくつものプレゼンテーションができてしまいます。ネブラスカ人、たった一本の絶滅した豚の歯だけで、どっから取られてたかっていうと、豚の剥製があったんですけども、イノシシのね。で、その歯を抜き取って、これがエンジンの化石の歯なんだということで、この絵が描かれたんです。これはね、私の小学校の、国語の教科書に載ってた絵ですよ。これね、こういう夫婦の絵まで描かれてしまいました。ずらっと途中飛ばしましたんで、これで、これが消えます。で、今ね、あとホモサピエンス、これは人間です。ホモネアンデルタル人、これはネアンデルタルシス、ネアンデルタル人ですね。これ残りました。ネアンデルタル人って何だったのかっていうと、今ではこれは完全な人間であったということを進化論科学者たちも認めています。彼らはどういう人たちであったか、まあ、ヨーロッパの、ね、洞窟の中で見つかる背骨がね、ちょっと曲がった骨が曲がっている人たちなんですね。ですから猿人だとされたんですけれども、その頭蓋骨をコンピューターを使った方位学分析で描いたネアンデルタル人、頭蓋骨をその形状を分析して、そしてコンピューターでどんな顔の人だったかって描くのありますよね、まあ、モンタージュ写真を作るみたいに、まあ、法医学ですから犯罪者や被害者を特定するためにも使われるプログラムです。それで描くと、ネアンデルタル人、こういうネアンデルタル人の女の子はこうだったよというふうに出てくるんですね。これは客観的なデータからであって、主観的なものを排除するとこういうことになります。で、彼らは楽器を使って演奏してました。壁画もあります。今では普通の人間だったということが進化論科学者の中でも認められています。このネアンデルタル人についてはもうちょっと後でね、この後で、もう少し詳しく説明をいたします。そうするとホモサピエンス、現代人になります。で、今では結局こういうことです。絶滅した猿と現存する猿の残骸と、ホモサピエンス、人間、現代人と、この2つしか確固たるものはないわけです。こういう状況です。ホモエレクトス、すなわちネアンデルタル人などは人間の多様性の範囲内にあります。すなわち猿人と主張された化石のすべては捏造として葬り去られたか、猿と人間のいずれかに再分類されたかのいずれかです。さて、ここで私たちはね、進化論科学だって言われてますよね。科学って何なのかということを、ちょっと説明をいたします。科学というのに一種類だと皆さん多くの人は思っていますけど、実はね、2種類あるんです。本当の科学というのは実験科学です。これは実験科学というのは実験して検証ができるというものなんです。科学というのは何なのかというとね、今科学至上主義と言われてますね。で、科学で言われていることはそれは真理だなと多くの人は思っていますが、違います。科学というのは主が、神様がこの世界を作られました。そして自然法則も定められました。その自然界をどういうふうに理解するかというツールなんです。そのツールがね、人間が先ほどヘレニズムというお話、三沢先生から、赤井先生からありましたけれども、それがね、もう最上のものに人間がしてしまったっていうところなんですよね。
しかし科学という位置づけを私たちはしっかり捉えておく必要があります。実験科学というのはこれはねツールとして実験ができる、検証ができるんです。ですから誰が実験してもいつ実験しても同じ結果が出るはずなんです。そのことによって飛行機が飛び、人工衛星が飛び、そして携帯電話も使えてるわけですよね。まあ、これが発達したんで、もう一つの歴史科学、これは起源の科学とも呼ばれます。これも同じぐらい信頼性があるものだと人々は錯覚しているということですね。歴史科学って何なのかというと、まあ、もちろん考古学、ね、これは人文科学にも入ってるんですけども、考古学とかそれから、進化論ですね、これは起源の科学、そして実は宇宙論もそうです。光がね、過去の光が届いているだけに過ぎません。実験して検証ができないんです。ですから歴史科学というのは何で調べるんですか。今ある証拠、例えばここに化石があります。それで過去をね憶測する学問なんです。化石は何も語りませんよね。化石は 何なんですか。今 その化石がここにあるということしか語ってないんです。しかしその研究者たちはその化石から過去はこういうことだったに違いないと憶測するわけですね。これ全くヘレニズムです。さてそういうことから科学って一体何だろうかな。実験して検証ができるだけなければ単なる憶測です。今ここで2つの世界観というものがあります。一つは進化論です。もう一つは創造論です。進化論というのはこれらの化石や地層やあるいは被造物、まあこの自然界にあるものを見て、そしてそれがどうしてできたのかな、その起源を探ります。これらが証拠だと言うんです。でもどうですか。進化論は大前提があるんです。大前提はこの世界を作られた創造主である神がいないということが前提なんですね。それでこの証拠を見ます。そうするとどうなりますか。この証拠は何も語らないんです。そうすると必ずその研究者が抱いていた創造主がいないはずなんだよ、いないんだということで証拠を見ると、証拠が語らないもんですから必ず自分が最初抱いていた先入観に返ってくるんです。この範囲だけでもね、もう一つの可能性ありますよね。この世界、こんな秩序ある世界ができたのにそれは設計者がいるはずであるという考え方、これは創造論です。そして創造論の中にもいろいろあります。でも聖書にそのことが掲示されてるんです。あ、聖書、この世界作られた創造主がいるんですね。あ、その通り受け止めますということで、これらの化石や地層やそして被造物を見ると初めの前提に返ってくるというのはお分かりいただけますよね。ですからこの2つの考え方でもどちらも証明ができないというのはお分かりいただけますよね。過去のことは目撃者がいなかったら証明ができないです。知り得ないです。科学的には知り得ないんです。ですからこれを信仰で取るということですね。でもどちらかが必ず真理です。創造主がいるかいないかなんです。その世界観なんです。それをどちらか選び取ったものに責任があるんですね。それで生き方が変わります。ですからこのように聖書はこのように言うんです。何から考え始めるのか土台が問われているんです。主を恐れることは知恵の始め、聖なる方を知ることは悟りである、箴言 9-10 です。これは本当にヘブルですよね、ヘブライですね。主がこう仰せられているんだよということです。
心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな。箴言 3-5 です。さて、その前にこれでですね、両方の考え方がある、なるほど、どっちも納得がいくなと思う人は多くいるでしょう。しかし、どうして進化論ばっかり、こんだけ進化論の世界になっちゃったんですか。それはね、ほとんどの人が主がおられると思ってないんですよね。ほとんどの人が無神論なんです、今。ですから、こっちの可能性、この創造論の可能性があってもですね、そちらに行かない。で、世の中で科学っていう、科学界っていうところでもうこの世界観のみが科学だという吹聴がなされてしまって、それが世の中の全ての学問、全ての常識の土台となりましたということなんです。で、不確かなことが全ての学問常識の土台となっていることを実はパラダイムと言います。一旦パラダイムになると並大抵ではひっくり返せないですね。世界全部がひっくり返りますよ。それは 今になってこっちだよって言ってみんながこっち信じたら、いっぱい失業する人が出てきますからね、そういう状況になってしまった世界なんだということです。さて、ここでじゃあ人種の起源ってどうなるんですか。聖書が言う通りに、私たち全てがね、アダムとエバの子孫であって、そしてノアでね、ノアの家族だけ生き残ったんですよね。ノアの子孫だ、聖書だったらそういうわけです。そうすると、世界中でいろんな皮膚の色をした人がいますが、どうして出てきたんですか。進化論ではね、各地域でより有利なものが生き残って進化してきたんだと。進化のレベルに差があるんだとか、いっぱい進化論の説があります。すなわち地域差が出たということで人種は出てきたというふうに言ってるんですね。しかし、よく考えてみてください。どの人種と今ね、もうこんだけ世界中がグローバル化してるわけです。どの人種の人と結婚したって子供ができるではないですか。すなわち人種は一つしかないということです。人間と猿とでは絶対できないんですよ。 DNA の長さ違いますからね。で、本当に進化してきた、長さ違うんだから、そう、ありえないんです。でも、さて、ここで人種の起源、これらの人がどうしてノアさんの家族から出てきたんですか。ノアさん、ノアの洪水があったっていうのはおよそ紀元前2300数十年前です。今から言うと4000年余り前なんですね。で、そこからこんだけの人種が出てきたってどう説明するんですかということです。これ結論から言います、答えから言いますね。褐色の肌をした夫婦がいます。ほぼ同じ色ですね。この夫婦で双子ちゃんが生まれました。さあ、どんな赤ちゃんが生まれたんでしょうね。はい、本当の話です。これなんかお城に塗ってるんじゃないですよ。こちらの子はなお黒い、こちらの子は真っ白ですね。で、顔形見てください。全く骨格が同じですよ。しかし目の色違います。こっちは全く白人の様子をしてますね。髪まで金髪ですよ。双子です。一卵性の双子なんですね。で、彼女たちは今育ち盛りになっています。さあ、どうやってこうなったんでしょうか。これをね、ちょっと科学的に分析します。これはね、実験科学です。メンデルの法則です。実験して検証ができているものですね。さて、どうしてそうなるかというと、皮膚の色を決める要素っていうのはメラニン色素が多いか少ないかだけなんです。白い色の色素と黒い色の色素があるんだということじゃないんですね。メラニンという色素が多いか少ないかなんです。で、そのメラニンを、これちょっと単純化して2つの遺伝子にしてますけども、 A という遺伝子、ラージ A の方はメラニンを多く生産します。
スモール A の方はメラニンを少し生産します。ラージ B はメラニンを多く皮膚に蓄積します。スモール B はメラニンを少し皮膚に蓄積します。この組み合わせで皮膚の色が決まるとすると、真っ黒の人は A も B も全部ラージなんですね。ずらっとラージです。そして白い人は全部スモールなんです。そうですね、少し少しですからね。で、組み合わせによって褐色になったり黄色になったりするというのはお分かりいただけると思いますね。ここでもし皮膚がね、黒い人と白い人が結婚するならどうなるでしょうか。白い人っていうのは全部スモールですよね。で、黒い人っていうのは全部ラージですよね。で、この2人が結婚すると、その子供はこの A という遺伝子に関して父と母から1個ずつ、まあ父と母も2つあるんですけれども、1個ずつもらってきてこうなります。必ず1つはスモールであり、必ず1つはラージになりますね。そうするとラージスモール、ラージスモールになるんですよ。すなわち白と黒の遺伝子がちょうど半分ずつに振り上げられた子供が、振り分けられた子供が必ずできます。この夫婦からは必ず全部こうなるんです。褐色の人ね。で、この状態をね、半分半分という状態をムラートと呼ばれます。もし皮膚が黒い人と白い人が結婚するなら、褐色の子、ムラートと呼ばれ、メラニン発生遺伝子がちょうど振り分けられる子、ている子が生まれます。さて、ここで今度はですよ、そのムラート同士が、褐色の子同士が結婚すると、黒から白までのあらゆる皮膚の色をした子が生まれることはよく知られていますということなんですね。これね、最近分かったんですよ。アメリカで黒人がアフリカから連れてこられましたよね。で、初めね、あんまり黒人と白人が結婚するっていうのは稀だったんですね。でもね、この頃結構あるわけです。で、その子供たちが今度はそういう子供たち同士が結婚するっていうことが結構頻繁にある時代になってるわけですね。ですから、アメリカとか、これはインドのある地方でもそうなんですけれども、すなわち村と同士が結婚して子供が生まれると、家族の中で白から黒まで全部出てくる、次の世代で全部出るんです。これが今分かってるんですね。最初に全ての皮膚の色がなくても、ただ村跡の両親からはいきなりいろんな皮膚の色の人たちが出現するんです。これもそうですね、まあ、村跡、ほぼ村跡同士ですね。そしたら、まあ、黒人から、この子なんか白人ですよね。この子は白人だけど髪の毛がチレでて、まあ、いわゆる同じ家族の中で全部の人種が出てくるんですよ。じゃあ、アダムとエヴァの皮膚の色はどうだったんでしょうね。今全部の人種がいるわけでしょ。そうすると、アダムとエヴァの皮膚の色っていうのはおそらくムラートだったんでしょう。エヴァさんはアダムさんから遺伝子もらってるんです。全く同じ遺伝子をね、と理解できます。アダムさんの肋骨からですから。私は昔おとぎ話だと思ったんですけどね。でも、本当にそういうことなんだなと思います。そして、このアダムとエヴァからは、その次の世代でカイン、アベル、セツ、その子供たちで白から黒まで全部いただろうと、まあ、過去のことですから断定はしません。そういうことが理解できる状況にありますよね。多様な皮膚の色がたった一世代で出現するんです。創世記 3-20。 さて、人はその妻の名をエヴァと呼んだ。それは彼女がすべて生きているものの母であったからである。アーメンですよね。進化論で言われていることじゃなくて、本当にその通り、アーメン。聖書はこのように教えています。アダムとエヴァから子供たちが出てきました。そしてノアとその子供たちも出てきました。でも、ノアさんの時に大洪水になっちゃって、ノアさんの家族8人しか生き残らなかったんですね。で、今度はそのノアさんの家族がどんどん増えて、バベルの塔を建てます。
でバベルの塔で言葉は乱されて全世界に散らばりました。ですからノアの家族の中にこの遺伝子が、まあ、白と黒の遺伝子がね、一通りこの家族の中に揃っていたと考えられます。ですから人種の多様性っていうのはバベルから始まったんでしょう。バベルで世界中に散らばったんです。洪水後の離散、これは洪水後彼らは町を建てた。主はね、世界中に散らばれていったんだけれども、動物たちは世界中に散らばりましたよ。しかしノアさんの家族、そしてその後の子孫たちはバベルにとどまって、バベルの塔を建てるわけですね。そしてそこで言葉を乱されて世界中に散らばられました。おそらく種族ごと、まあ、ファミリー単位で散らばられされたのかもしれません。そして全世界で先に散らばった動物たちと遭遇します。洪水後の離散、まあ、猿が先に散らばって、そして、猿も恐竜も散らばったんでしょうね。その後人間がヨーロッパに行く人、そしてアジアに行った家族、アフリカに行った家族、それぞれあったんでしょうね。で、これ聖書的創造論ではノアの洪水の後の気象学の人たち、地質学の人たちで、ノアの洪水の後、氷河期があったというふうに、考えています。これも断定はいたしません。まあ、しかしヨブさんのところで氷の蔵を見たことがあるかとか出てきますね。で、その氷河期の時っていうのはどういうことだったのかというと、まあ、こういうふうに、言われています。まあ、ノアの洪水、地から水が湧き出たので、今日これ午後の、ね、セッションでもうちょっと詳しくお話します。暖かい海が暖かい状態になりました。洪水があったんですよ。一旦引きました。山の上までとどまっていた水がまた引きました。そして暖かい海になった。しかし、陸地は冷たいんですね。まあ、火山活動もあって太陽光が遮られてということで、それでヨーロッパ近辺は氷河に覆われました。でも氷河期だったら人が住めないのかというとそうではありません。海岸地方は暖かいわけですから。その氷河期のところ、例えば洪水後の離散、ヨーロッパに進んでいった氏族たちはどうなったんでしょうか。洪水後バベルにいた人たちは家族内でもさまざまな皮膚の色があったでしょう。それらの集団がバベルを離れ、それぞれが異なった気候環境に遭遇しました。日照に乏しく寒い地域に移動した集団の中で、黒っぽい皮膚の人たちは十分なビタミン D を作り出すことができず、健康が損なわれる傾向にあるので、子供を設ける数が減少します。それで白い皮膚の人たちが支配的な集団になったんでしょうということを今科学者たちは発表しています。どういうことかというと、ヨーロッパに移住した人たち、家族の中でも白から黒まであったんでしょうね、その氏族の中で。でも黒い人っていうのは日照時間の少ないところに行くと健康が損なわれる傾向にあるんです。なぜならば黒い皮膚がですね、紫外線が入ってこなくって、皮膚の下でビタミン D を作り出すことができません。しいたけでも日照、干ししいたけの方がビタミン D が多いというのは聞いたことありますね。で、ビタミン D が欠乏するとどうなるのかというと、骨の発育が妨げられて背虫になってしまいます。くる病というんですけども、足も曲がってしまいます。ビタミン D 欠乏なんですね。どうなるかというと、まあそういうところに移住すると氷河期でしょ。どこに住むと思います？まずは洞窟ですよね。洞窟の中でまずは生活始めて、そして、でも黒い子供たちは家族の中で、氏族の中で黒い子供たちは黒病になっちゃった。結婚して子供を設ける数は減少するんです。そのことでヨーロッパは支配的な集団として白い人になっちゃったよというんですね。これ進化ですか？いや、 DNA 遺伝子からすれば白と黒の
遺伝子の中で黒がなくなっちゃったということでしょ。 DNA のすなわち情報が減ったから、これ進化じゃなくて退化なんですよ。逆にアフリカに行った人たちっていうのは、ネアンデルタール人って何だったのかっていうと、興味深いことに日照の少ないヨーロッパのネアンデルタール人は骨が歪んでおり、ビタミン D 欠乏の証拠です。ネアンデルタール人でエンジンの化石だとされたものをもっぺん分析してみたら、クル病の症状がはっきりと見られるんです。おそらく家族の中の、氏族の中の黒い肌の人たちだったんでしょう。逆に日照の強い地域では白い肌の人たちは、逆にね、白い肌の人たちちゃんとした服もなくてですね、暑いなーなんてやってたらもう皮膚がただれちゃって、紫外線浴びて皮膚がんになったりして、そういうことで、そういうところでは黒い肌の人たちが生き残って支配的な集団になりますということですね。さて、じゃあ石器時代って何なのか。皆さん今ね、この岡山とか、文明社会に住んでますね。大都会に住んでいます。ところがその岡山市以外の周りはね、人が誰も住んでいないね、単なる荒野、動物しかいないんですよ。そこに言葉乱されて、氏族ごとに方法の体で逃げていったとしたらどうですか。どんな生活になると思います。私たちは今の話聞いてるんですよ。私たちはコンピューター、パソコンもありね、で家に帰ったらちゃんとお鍋もありますが、家族ごとでさあ、じゃあその金属のお鍋を鋳造して作ることできますか。できないですよね。何から始めるかっていうと、石を加工して生活の道具を作ってから始めるんです。中には洞窟に住んだ人もいるでしょう。それらが今遺跡となって、あるいは化石となって出てきているということです。そして石器時代で背中が曲がってるからエンジンだとされた。聖書から見直すとどうですか。石器時代ありました。わずかな期間、バベルの塔の後、使徒行伝 17-26 にはこのように書かれています。神は一人の人からすべての国の人々を作り出して地の全面に住まわせ、それぞれに決められた時代とその住まいの教会とお定めになりました。ガラテヤ書 3-28 です。ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、男子も女子もありません。なぜならあなた方は皆キリストイエスにあって一つだからです。世界中の人たちはルーツは同じです。私たちと同じ祖先を持っています。それはアダムとエバでありノアの家族です。そして第一コリント15-21-22にこのように書かれています。というのは死が一人の人を通してきたように、死者の復活も一人の人を通してきたからです。すなわちアダムにあって全ての人が死んでいるように、キリストによって全ての人が生かされるからです。このことから私たちはどうですか。皆さん 100% アダムの子孫ですか。そうですよね。ええ、有神進化論とか、一旦進化論を信じてしまうと、いや私たち、いやユダヤ人はねアダムの子孫かもしれないけど、私たちは何なんだろうなと、まあちょっとぐらい混じってるかもしれないです。いや危ないですよそれ。イエス様はなぜアダムの子孫に生まれたか、生まれられたか、それはずっと聖書に家系図が書いてありますよね。そしてなんと新約聖書の一番最初のマタイの福音書の最初がね、系図なんですよ。なんで三浦彩子さん、なんでこんな退屈な系図が書いてあるんだ、新約聖書入門にそう書いてあったんですけど、すっごい意味がありますよね。イエス様はアダム、アブラハムの子孫に生まれられたんです。すなわちアダムが犯した罪によってこの世界が裁かれ、私たちは死ぬようになりました。死はそのまま放っておかれなかったんです。主のマスタープランでどうやって回復するか、アダムと同じ血筋にイエス様を生まれさせられたんです。私たちアダムの子孫ですか。アダムの子孫だから救われるんですよね。聖書にはこのように書かれています。ルツ記に
ルツの4章14節に、今日買い戻すものをあなた方に与えて、あなたの後を絶やされなかった主が褒めたたえられますように。そしてシオンには贖い主として来るっていう、この贖うっていう言葉がですね、ここにはボアズが、これイザヤ書に書かれています、ボアズがルツを買い戻すと同じヘブル語ゴエルが使われています。ルツはボアズでに贖われたんですよね。ユダヤには同じ血族で贖うという習慣が、それは主が与えられました。意味があるんです。私たちは同じ血族ですよということを主は言われてるんですね。私たちは、主イエスは私たちの贖い主です。同じ地に生まれる必要があったんです。それはアダムの子孫です。そして私たちも 100% アダムの子孫です。ありがとうございました。ちょっと時間がずれ込んできています。食事をですね、これ隣の場所ですか。次は次の時間が、ごめんなさい。次のセッションがもともとは1時半からですので、ちょっと遅れてますので1時45分からにいたしましょうか。1時45分にここに戻ってきてくださいますようにお願いをいたします。では、はい。